だわ。ゴロゴロゴロ。ご主人、ショコラ。ゴロゴロゴロ。発情期で体調崩す、ですか？そんなことはないと思いますけれども。現に、うちの猫たちは元気にやっております。多少は運動などで発散はさせていますけども。表現はたまに激しすぎですね。と、では次は兄弟の熱烈な口づけを。ちゃんと雨あっての無知なのですよ。こんな可愛い妹の誘いをいつもいつも無下にするなんて。ショコラバニラと恋猫になってから少し冷たいのではありませんか？バニラも幸せそうで良かったです。兄様のところに来ることで鈴も持てましたし、それにちゃんと心の方も成長しているようですしね。
ちょっと前まではあんな風に身だしなみを気にしたりもしなかったのですが、兄様も現状を悪くは思っていないのでしょう。まあ素直でないこと。ショコラとバニラを受け入れてもらえないのであれば、しぐれが体を張るところでした。妹である前に私も女ですから、兄様の寵愛を受け入れることなど、それはたやすきことです。いや、いつまでも子供扱いして。しぐれは本気ですからね。兄様のためでしたら何でもするのですから。もう兄様、くしゃくしゃしちゃダメですってば。でも兄様も雰囲気がとても優しくなりました。やはり家を出てよかったのでしょうね。しぐれは少しだけ寂しく思いますが、仕事の準備バッチリできました。戦闘準備完璧、寝癖一つなし。いえいえ、朝から押しかけてしまったのは私の方ですから、今日も一日頑張ってくださいね、兄様。ショコラも行ってきます。しぐれちゃん、私も労働してくる。しぐれ、また後で。はい、いってらっしゃいませ。これでいろいろと丸く収まったかな。それにしてもショコラとバニラが兄様の恋猫か。娘に思い人を取られてしまった気分ね。私も叶わない思いなど諦めて、そろそろ鬼離れをしないといけないのかもね。よし、じゃあまずは兄様のお洗濯物でも片付けてあげることにしましょうか。猫パラ